フローレンスは、アメリカ合衆国アラバマ州北西端、テネシー下半に位置する都市。同州ローダーデール軍の軍庁所在地であり、また、同州北西部における経済、交通、教育、及び文化の中心ともなっている。人口は39,319人。テネシー側対岸のシェフィールド、タスカンビア、及びマッスル・ショールズと共に形成している。 ダ・ショールズと呼ばれる都市圏はローダーデール軍及びコルバート軍の2軍にまたがり147,137人の人口を抱えている。今日のローダーデール軍やフローレンス市があるアラバマ州北西部テネシー下半のこの丘陵地帯にはヨーロッパ人の入植以前にはネイティブアメリカンの地下相族が住み着いていた。19世紀初頭連邦政府は 地下相続からこの地を買収し、サイプレス土地会社に売却した。1818 18年、サイプレス土地会社の共同経営者の一人であった、ジョン・コフィー将軍や、あとに第代7代大統領となったアンドリュー・ジャクソンらは、イタリア人技士、フェルディナンド・サノナーにこの土地の測量を命じた。サノナーはこの地に創設された町に、自分の故郷であるフィレンツェにちなんで、フローレンスという名を付けた。 1826年、フローレンスは町として正式に法人化された。やがて町はゆっくりと産業、宗教、文化の中心地として成長していった。しかし、南北戦争時には南北領軍が入れ替わり立ち替わり町を占拠し、フローレンスは戦場を溶かした。壊滅的な戦災を受けた町が復興に向かい始めたのは、1880年代中盤に、 入ってからのことで終戦から20年の歳月が過ぎていた。現在のフローレンス市中心部に立つ建物のほとんどは町が復興し地域産業が著しい発展を遂げた1880年代から1920年代に建てられたものである。市中心部のダウンタウンフローレンス歴史地区は1995年に国家歴史登録財に指定された。ウィルソンダムフローレンスは 北緯34度49分13秒成形、87度39分46秒に位置している。テネシー州との宗教からは南へ約2 5トルミシシッピ州との宗教からは西へ約5 0トルハンツビルからは西へ約1 0 5トルバーミングハムからは北西へ約1 6 0トルに位置する。市の標高は1 6 7ルである。 アメリカが衆国国勢調査局によると、フローレンス市は総面積64.8平方キロメートルである。このうち64.6平方キロメートルが陸地で0.2平方キロメートルが水域である。総面積の0.40%が水域になっている。市はテネシー川の北岸に広がっている。市中心部の街路は概ね整然と区画されている。 東西に通る通りは、コートストリートを境に、西が W、東が E となっている。一方、南北に通る通りは、テネシーストリートを境に、北が N、南が S となっている。市の東部、ダウンタウンの上流には、テネシー川をせき止めて作られた人造湖、ウィルソン湖が水をたたえている。このウィルソン湖をせき止めている、ウィルソンダムは、1918年に、 マッスルショールズのニトロセルロース工場に電力を供給するために建設され、1933年にテネシー側流域開発公社が買収したもので、現在も同行者によって運営されている。フローレンスの気候は四季がはっきりしており、暑い夏と肌寒い冬、おおむね過ごしやすい春、秋に特徴づけられる。最も暑い7月の平均気温は摂氏26度、 最高気温の平均は摂氏33度で、日中は摂氏30度を超える日が多い。最も寒い1月の平均気温は摂氏5度、最低気温の平均は氷点下摂氏0.8度で、月の半分は最低気温が氷点下に下がる。降水量は1年を通じほぼ一定で、月間75から150ミリメートル、年間約1340ミ、mm、リメートルである。 当期には月間3から4センチメートル程度の降雪が見られ、年間降雪量は約12.7センチメートルである。欠片の気候区分ではフローレンスはアメリカ合衆国先海岸や南部に広く分布している温暖湿潤気候に属する。ローダーゲール郡地方裁判所フローレンスは市長制をとっている。市長は市の行政の最高責任者であると同時に、 立法機関である市議会の長も務める。市長は全市からの投票で選出され、その任期は4年である。市議会は6人の議員からなっており、市を6つに分けた選挙区から1名ずつが選出される。市の行政実務には、建築、墓地、土木、財務、人事、保険情報技術、公園、レクリエーション、都市計画、購買、 都市緑化の各局が当たっている。また、特定の事案については、市政府、軍政府、及び民間が共同で、委員会を設置して、対応や運営に当たっている。テネシー川に架かるオニール橋、フローレンスの玄関口となる商業空港は、市の中心部から南東へ、約10キロメートル、マッスルショールズの東に立地する、ノースウェストアラバマ地域空港である。しかし、 この空港は規模が小さく、アトランタへのシルバー航空の便は1日2便、就航しているのみである。より規模が大きく、発着便数の多い空港としては、東へ約100キロメートル、車で1時間強のハンズビル国際空港が最も近い。フローレンスには、週間高速道路は通っていないが、43号線と72号線の2本の国道が共用して、 市中心部を走り、オニール橋でテネシー川を渡っている。国道43号線は、アラバマ州西部を南北に縦貫し、タスカルーサを経由して、モービルへと通ずる。一方、国道72号線は、メンフィスとチャタヌーガを、ミシシッピアラバマ領州北部を経由して結ぶ道路で、テネシー川の対岸を走る、修道20号線とともに、フローレンスやザショールズ地域を、 I-65 本線、及びハンツビルへ通ずる支線 I-565 と結ぶ役割を果たしている。将来的には I-565 をリケーター移成、修道20号線に沿ってフローレンスまで延伸することが提唱されている。フローレンスにはアムトラックの駅はないが、テネシーサザン鉄道が通っており、もっぱら貨物輸送に用いられている。また、 フローレンスにはテネシー川の河口が設けられている。フローレンス港はアラバマ州北西部及びテネシー州中南部の産業基盤となる港湾という位置づけになっており、フローレンス港湾局によって運営されている。ノースアラバマ大学フローレンス市中心部の北に130エーカーのキャンパスを構えている。同学はもともとは1830年に、 フローレンスの南東約2 5トルのリートンに設立されたラグランジ大学を前身としている。1857年に軍事大学に移行すると同学はやがて南部のウェストポイントと呼ばれるようになった。しかし南北戦争中の1863年、ラグランジ軍事大学は北軍の攻撃を受けて閉校となった。一方、1855年に ラグランジ大学から分かれてフローレンスで開校したフローレンスウェズリアン大学は南北戦争の終戦後1879年にメソジスト教会から州に譲渡されて市販学校に移行し1929年に4年生のフローレンス教員養成大学にそして1957年にフローレンス州立大学として総合大学に移行し その後も数回の校名変更を経て、1974年に現在のノースアラバマ大学となった。現在では、同学は分離、経営、教育、看護の4学部を有し、7000人以上の学生を抱えている。フローレンスにおける K12 かほどは、フローレンス市学区の管轄下にある公立学校によって、主に支えられている。同学区は小学校3校、 中学校2校及び高校1校を有している。9年生の教育にあたるフローレンスフレッシュマンセンターは同学区の特徴的なシステムで学業と教科外活動の両面で中学校課程から高校課程への円滑内向目的として設置されている。ローゼンバウムハウスフローレンスはアラバマ州北西部における文化の中心地でもあり文化施設が多く立地している。 市中心部の北、北アラバマ大学のキャンパスの近くに立地するケネディ・ダグラス芸術センターはフローレンスにおける文化、芸術の中心的な施設で南部の芸術家の作品をローテーションで展示する美術館のほかギャラリー、教育施設を兼ねておりコンサート会場としても利用されている。このケネディ・ダグラス芸術センターのすぐ近くに立地するポープスタワーン博物館は 19世紀前半に建てられ、南北戦争中には、野戦病院としての役割も果たしたかつての酒場県宿や推しが買い取り、博物館として一般に公開しているもので、地元の歴史や南北戦争に関する事物を展示している。市中心部の西に立つローゼンバウムハウスは、アラバマ州内で唯一のフランク・ロイド・ライトによる作品で、1939年に、 ローゼンバウム夫妻の邸宅として建てられたユーソニアンスタイルの建築物である。1999年に市はこの邸宅を買い取り、因後は博物館として一般に公開している。市中心部の南、オニール教北詰めの近くには古代のネイティブアメリカンが住居として作ったとされる塚が残されている。併設する博物館には1万年以上前のネイティブアメリカンの 遺物が展示されている。また、テネシー川の対岸、タスカンビアには、ヘレン・ケラーの聖子アイビー・グリーンが残され、敷地とともに、博物館として一般に公開されている。そして、フローレンスは、ブルースの父、W.C. ハンディを生んだ地である。市中心部の西には、ハンディの記念館が建っており、楽器や楽譜などを展示した、博物館及び図書館となっている。 また、毎年7月には、フローレンスでは、WC ディ音楽祭が開かれる。フローレンスの都市圏、および、広域都市圏を形成する、各軍の人口は以下の通りである。以下に、フローレンス市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。